卒業して病院で働く人が多くいてると思いますが、1単位20分だけのリハビリでは患者さんのことは何も分かりません。病院の規則を破ってでも患者さんのためにグレートなセラピストを目指してください。患者さんがどんな生活を送っているのだろうか、今何に一番困っているのかが見えてくるはずです。本日はありがとうございましたということです。